ちゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、去年の途中ぐらいからなんですけれども、引き続きずっと巨人の中田翔選手が好調です。また巨人か。また言われるよ。いや、大丈夫です。巨人の取りましょう。高木豊のチャンネルじゃなくて、ジャイアンツチャンネルにした方がいいんじゃないか。そうですね。わかりました。ジャイアンツという冠を今日は取りましょう、はい。今日はもう個人です。なぜ中田翔選手、打てるのか。ここです。これは一人の力じゃなくて、やっぱチームの力も、どのチームだったっけ？巨人か、まただ。いやいや、その、やっぱ相互作用ってあるよね。これはもう直接、今年のキャンプで中田翔と話をしてね、聞いたことなんだけども、やっぱ日本ハムにいる時代は、他にホームランを打てるやつがいなかったし、ホームランで決まる試合も多いし、で自分がホームランを打たないとやっぱ勝てないと思ってた。だからあれだけ振ったりだとか、まあいろいろしました。だけどジャイアンツでプレーをし始めて、あれ、このチームは他にホームランを打ってくれる人がたくさんいると、じゃあ俺が特に無理して狙わなくても東京ドームって入るし、そんなに俺が打つ必要もないじゃないか。まあ、それよりもやっぱ打点じゃないかなっていう。で結局岡本を支える5番にならなきゃいけないんだったら打点だよなっていうようなね、はい、そういう考えに至ったわけよ。それから中田翔は何をしたかっていうと、バットを短く持った、はい、なんで短く持ったのって言ったら、やっぱその方が操作性がいいと、うん、だからバットの扱いもやっぱり長いものを持つよりも短い方がいい。だから少し短く持って、まあ、ホームランの話はさっきしたよね。俺が打たなくても他に打てるやつがいい、うん、短く持つことによって減るのは全然構わない、うん、だけど勝負強さ、操作性がいるっていうことになると、ランナーがいるときにその操作性を活かせると、うん、でライト前とか、はい、こういう、まあ、こういう打ち方するよね、うん、はい、ああいうのも今考えてます。で日本ハムの時は右方向なんか考えたって言ったら、はい、ほとんど考えない。へー、全部やっぱセンターから左に打とうと思ってた、はい、でも右に打たなきゃいけない時は右に放り込もうと思ってた。あの札幌ドームでもね、はい、だけどやっぱジャイアンツに来てからは、まあ、右方向にヒットであればいい、うん、まあ、できればツーベースぐらいでもいいと、うん、が理想だった。だから右打つことも全然考えてますよ今は。だからなぜ打てるのかっていうのは、やっぱ広角に打とうとする気持ちがやっぱ余裕を生んでるよね、はい、だって広角に打ってライトからレフトまで100としたら、日本ハム時代は 50% でやってたわけだ。そうか、その分広がってるわけですもんね。そうそう、確率がね。だからもともとさ、やっぱ能力が高い、ミート力もあるじゃないと、あれだけホームラン打てないし、あれだけの勝負強さっていうのは打点王が証明しているように、いや持ってる選手だよね、はい、だからそれをやっぱグラウンドいっぱいに打てるっていうことを考えると、どうしても打てるようになる。でも今までその日本ハム時代に長く持っていた、でも巨人に来て、あ、じゃあ打ち方変えよう、短くちょっと持とう、それで対応すぐできるものなんですか？器用だからね。ちょっとだからフォームも打ち方も日本ハム時代と変えてるってこと？いや、変えてる変えてる。だから腕が使えるように懐はなんていうの、作ってるよね、操作性がいいように。空間作ってるってことですね。そう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 、だから操作性がいいようにこっちに行けるように、こっちの脇も開けてこう操作ができるようにとか、うんうん、ね、はい、いろんな工夫は見られてるよね。あの巨人に来た当初ってやっぱり打てなくてちょっとスランプあったじゃないですか、うん、あの時っていうのはどういうことで？あの時はメンタルがやられてるもん、うん、あ、そうか、そうかじゃないよ、忘れてました。激痩せしちゃってお前。そうだそうだよ、十何キロ痩せちゃったよ。そうでしたね。それで自主トレで飯食って飽きると一緒に戻した、ね、戻した、うん、そうだそうだ。でもね、うん、彼の評価って、うん、守備にも目を向けられたっていうことも、はい、一つの良かった点かな。あ、守備にも、うんうん、だから外せない選手になったんだよね、はい、それは彼の努力でやって、まあ、そうなったんだけども、日本ハム時代ってそんな守備って評価の対象にならなかったの。でもジャイアンツに来るとやっぱ守備の評価もすごくガーンと上がったからさ、はい、だから選手としては嬉しいしやる気になる部分は多かったよね。そ
そうですよね、うん、やっぱり最初の頃ってね併用だったりとかなかなか結果出なくてだったのが去年もね岡本選手の代わりに4番あったりとか、うん、もう欠かせない選手ですね。いやもう欠かせないよ、うんうん、勝負強いしな、はい、あと例えば情報とかでその日本ハム時代はストレートが弱かったっていう情報があるんですよあれはそうなんですか。俺は、うんまっすぐ打たせたら一番速いまっすぐに強いのは中田だと思ってる。あ、そうなんですね。大体が、はい、あの読みの中でずっと4番打っててホームラン狙っててまっすぐで勝負してくれるピッチャーが何人いるよ。いないですね。ほとんど暮らしにかわしに来てる、うんはい、そのボールを処理しなきゃいけない、打たなきゃいけない。そうなってくるとたまにまっすぐピョンと裏を突かれて投げられた時に詰まるよ、うん、そんなボール待ってないもん。そうですね。だけどまっすぐだけで行かなきゃいけないってなったらその球必ずどんな球でも弾き返すよあいつは。すごい能力持ってる選手ですね。いやいやスイングのスピードなんかめちゃくちゃ速いから。あ、そうなんですね。速いよお前、まあ、あのこんな体で一瞬にパラッとキレがあるからね。すごい。あの100キロ近いですよ、ね、100キロ近いじゃない。100キロ超えてるから。超えててあのキレってなんで出てくるんですか。ああやっぱ瞬発力があるんだろうね。だいわゆるそのいや太ってるとは言わないですけど100キロ超えててもキレって別にその関係ないんですね。やっぱ振る力っていうか使ったもんっていうのは弓を張ってる状態からバーンと解き放つから、うん、キレは出てくるよね。逆にその体重を落とした時の方がキレ力がないんだよね。体の張りがないんだよね。張りが針を失われるというか、はい、だからキレが出てこないというか、ね、そうなんですね。まあ、真っ直ぐに弱くは絶対ないよ、うん、真っ直ぐで攻めてこないからたまに攻められた時にデータを見ると真っ直ぐって差し込まれるんだって、うん、そして真っ直ぐで行ったやつは痛い目あったやつはたくさんいると思うよ。あれ打つじゃねえかみたいな、うんうん、そうですよね。だからまあ読みの問題で彼はやっぱ幼少の頃からおそらく4番で育ってきてるよ、はい、そうなってくると小さい頃からやっぱそういう変化球で攻められてる高校の時もね、はい、そんな真っ直ぐでビンビン来るようなやつはいなかったと思うよ、うん、かわしにかかってくるピッチャーばっかりでそれを打たなきゃいけなかったから、うん、だからそういうことは身についてるけど速いボールはなんていうのあんまり慣れてないって言っちゃ慣れてないよね、うんうんうん、だけどそれを打つ能力がないかって言ったら絶対あるから。そうですよね。絶対あるよ。そうですよね。あのぐらいの選手だったらそうなのかなっていう。そう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 。でも中田選手の凄さというかこれが中田選手のすごいっていうのってどこなんですか。やっぱ対応力と頭がいい。打席でのその読みというかさ、まあ、そういうこともやっぱずっと見ながら、まあ、自分にはこうするとか、うん、だからまあ岡本と、まあ、結構似てる部分があって、ね、はい、あの攻められ方がだから前に岡本みたいなのがいるっていうのが、うん、あまあまあプラスにもなってるよね、はい、ちょっと入り方が違っても結局ここに来るんだろうなっていうのは永田頭いいから、はい、多分感じながら打席に向かってると。あのネクストバッターサークルでそれをずっと見てるんですね。そうそう。で日本ハム時代は、はい、こんちゃんとかだったから、うん、攻められ方は全く違うの右と左だけでも違うのにタイプも違いますよね。タイプも違うから、そうか、だからちょっとあれだけどやっぱ岡本が前を打ってくれてるっていうことが少しの種明かしにはなるよね向こうの、はい、うん、だからそういう意味では、まあ、岡本にも感謝してると思うけどね。そうですね、うん、日本ハム時代の中田選手とジャイアンツ時代の中田選手って全然やっぱ違いますか。違う。違う。なぜかというと一本のヒット一本のホームランが価値あるものになるのか、うん、やっぱこう無駄とは言わないけどちょっと影が薄いのか、うん、それだけのやっぱ感じはあると思う、うん、やっぱ勝たなきゃいけないチームに入ってるからね、はい、で日本ハムももちろん優勝したことあったりとかねいろいろするけどもそれ以上にやっぱジャイアンツというチームの一本のそのホームランの価値だとか、はい、そういうものはやっぱすごく感じてると思うよね。だから打った喜び打点を上げた喜びっていうのは、うん、まあ日本ハムの時もあのチーム愛は非常にある男だったからさ、うん、はい、まあ一緒かもわからないけども取り上げてくれるものは違うよね。そうですね、うん、だから永田翔の
気持ちは変わらなくても一本のホームランに対しての気持ちとか、だから取り上げられ方が違うからね、より価値のあるものにはなってきているよね。そうですね、うん、いやなんか新たなね、また場所を変えて新天地にジャイアンツっていうチームでさらにまた一皮二皮向けて中田翔選手が今ね見られてるっていうのはだからさ、ね、日本ハムにいて中田翔、うん、やっぱすごい選手が北海道のチームにいるぞみたいな、うん、ね、そのぐらいだったのがやっぱり日本の中心っていうかさ、まあそうですね、注目されやすい、注目されやすい巨人に来てやっぱり一本放つと全国にバーン中田翔がホームラン打ちましたみたいなそうですね、でしょ、はい、夜のニュース、新聞そうでしょ、はい、でも、まあ、北海道で打ったとして北海道の中で中田翔ホームランみたいな、菅原県境を渡ったらなんか打ったみたいよみたいなたみたいそれでは、うん、やっぱこうちょっと違うから良くも悪くも注目のされ方が違いますよ ね、 まあまあ中田翔がね日本ハムに行っても注目はされてたけどね、うん、まあ、より以上にやりがいのある、うんうんね、目立つところに入ったからね、うん、まあ、日本ハムもその悪くはないけどね、はい、その目立たないとかそんなんじゃなくて、うん、やっぱりね、うん、それはやっぱこうあるよね、巨人阪神が人気があるようにっていうことだよね。そうですよね、うん、さらに巨人のその代わり下手打つと大変ですよ、もう叩かれまくるからそうなんですよ、うん、だからもうゼロか100かみたいな感じのところで今中田翔選手必死に頑張ってそれを結果として残してるっていうことです。でもやってる野球の姿が中田翔はすごく良くなったね、なんか輝いてキラキラしてピュアな感じがしますよね。そうだな、うん、はい、まだまだできるよ、まだまだやるから彼はこの先も、そう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 、その姿をじゃあ楽しみに追っかけていきましょう。はいはい、はい。